ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は先週1週間のキャリアスマホ、シムフリースマホ、両方合わせたスマートフォンの人気ランキングをご紹介します。まずは第10位からです。10位はファーウェイのノバライト2。こちらは2万円台前半で購入することができるファーウェイのシムフリースマホとなります。今年2月に発売されて以来ランキング2位にいた人気のモデルではあるんですが、ここ最近、SIM フリー、キャリアスマホともに新製品が発売されたことによって、現在のランキング順位としては10位になっています。9位は、シャープのアコス R2 です。このアコス R2 は、6月8日に発売されたばかりの新型モデルになります。前回のアコス R がとても人気だったこともあり、今回のアコス R2 もかなり人気が高いようです。8位は、ASUS の Zenfone 5 です。こちらは ASUS からつい最近発売された新型の SIM フリースマホです。アコース R2 ほどハイスペックな CPU は搭載していないものの、普段使うには十分なスペック、それからデュアルレンズカメラやノッチ付きのディスプレイなど、最近のトレンドを取り入れた端末ということもあり、8位にランクインしています。7位はファーウェイの P10 ライトです。こちらは今からちょうど1年前に発売され、ランキングでは常に1位を独占していた人気端末です。ただ、ここ最近は同じくファーウェイ製のスマホなど新機種が発売されましたので、順位としては現在7位になっています。ただし、今回ご紹介するランキングの上位10機種ですが、その中で1年前に発売された端末は、このファーウェイの P10 ライトのみになっています。ですので、今でもその人気が高いことがわかります。6位はソニーの Xperia 最新モデル、Xperia XZ2 コンパクトです。コンパクトとつくことからわかる通り、Xperia のシリーズの中で最もコンパクトなモデルではあるんですが、今年の XZ2 シリーズのコンパクトというのは、ディスプレイサイズが5インチありますので、メイン端末として使うにも十分なディスプレイサイズがあります。コンパクトでない方の XZ2 もすでに発売されていますが、全体的に分厚く、また重さもとても重くなっていますので、携帯性などを重視して、こちらのコンパクトモデルを購入したという方も多いのではないかと思います。そして5位がコンパクトではない方の Xperia XZ2 です。こちらはボディサイズが大きく、また重たくなってしまってはいるんですが、ワイヤレス充電に対応するなど、コンパクトにはない機能を搭載しているのが特徴です。もともと Xperia というのは国内でとても人気のシリーズですので、本体が重たくなっても人気は変わらないようです。4位はシャープのアコスセンスプラスです。こちらはシャープがSIM フリー専用モデルとして開発したモデルになります。スペック的にはミドルレンジの製品となるんですが、エグゾーディスプレイを搭載したり、またお財布携帯や防水にも対応しているなど、かなり充実したスペックになっています。SIM フリースマホとしては価格がやや高いのが欠点ではありますが、シャープ製のスマホで完成度もまずまずというところもあって人気は高いようです。3位はファーウェイの P20。こちらは SIM フリーモデルとなります。P20 シリーズの中では P20 Pro の一つ下のモデルとなります。ただし CPU については上位の P20 Pro と同じくキリン970を搭載するなど、スペックはとても高い端末です。P20 Pro の方は背面のメインカメラがトリプルレンズとなっていたのに対して、こちらの P20 についてはデュアルレンズとなっています。ただしその反面価格は安くなっていて、P20 Pro の価格よりも約5万円安い6万円台となっています。2位は同じくファーウェイの P20 Pro です。こちらはドコモ版となります。価格が10万円を超えるとても高額な製品になっているんですが、その分スペックもとても高くて、特にカメラ性能については、他のハイエンドスマホと写真を取り比べると、圧倒的に P20 Pro の方がいい写真が撮れています。昨年末に発売されたファーウェイの Mate 10 Pro など、高額なモデルを SIM フリー向けに発売することもあるんですが、今回の P20 Pro については、現状ドコモからの発売だけとなっています。そして第1位が同じくファーウェイの P20 Lite となります。こちらは SIM フリースマホになります。ファーウェイの P20 シリーズの中では、最もスペックの低いエントリー向けのモデルとなります。ただし、その分価格が安いのが特徴で、3万円以下で購入することができます。エントリーモデルでありながら、デザインの完成度は高く、ノッチ付きのディスプレイやデュアルレンズカメラなど、最近のトレンドを取り入れた端末となっています。
ソニーの Xperia のプレミアムモデルだけがまだ発売は始まっていませんが、それを除くとほぼ夏モデルすべて出揃った中で1位ということですので、しばらくは1位の座をキープするのではないかと思います。今回のランキング結果全体を通して言えることとしては、やはりキャリア向けのスマホも SIM フリーモデルもファーウェイの存在感が強いという印象を受けます。1位の P20 ライトはもちろんですが、ランキングトップ10のうち、そのうちの5機種はファーウェイの製品が占めています。ファーウェイのスマホというと、夏から秋にかけて新しいオーナーシリーズが国内でも発売されますし、年末にはメイトシリーズの最新モデルが発売予定です。今後、ファーウェイからはそういった人気モデルがどんどん発売されてきますので、Android のスマホを作っているメーカーにとってはかなり厳しい状況が続くのではないかと思います。そしてもう一つ、今回のランキング結果で気になるのは、サムスンの Galaxy S9 シリーズが1機種もランクインしていなかったということです。実は国内だけではなくて、海外でもこの Galaxy S9 の売れ行きが悪いことが話題になっています。これまでは Android といえばサムスンという印象もあったんですが、現在はサムスンの存在感というのはかなり薄れてきています。ということで今回は先週1週間のスマートフォン人気ランキングをご紹介しました。また来週も最新のランキング結果が発表されましたらご紹介したいと思います。なお、今回のランキングに登場したファーウェイのスマートフォンやシャープのアクオセンスプラスなど販売店のリンクはこの動画の概要欄の方に貼っておきます。その他詳細なスペック等が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。